ミュージックホールの女王と称賛されたミスタンゲト・グッドの聖火1873年パリ郊外のアンギャン・レバン生まれ父親はベルギー人でマットレス製造業者であったが早く亡くなったジャンヌは幼い頃から活発目立ちたがり屋で7歳でスターになることを夢見ていたというパリオペラ座の音楽家について バイオリンと声楽を学ぶ。ミス・タン・ゲットとは、この頃パリに向かう列車の中で知り合った、レビュー作家のサン・マルセルが、ミス・タン・ゲットと呼んだのが始まりである。これは当時流行していたシャンソン、ラ・ベル・タン・ゲットをもじったものであった。ドン・マル・ジャレン、ヤント・エレット、アフィーシュ・ジュム・ラン・ルージュ、パール・チャールズ・ゲシュマール、サン・マルセルの紹介で、ミス・タン・ゲットは1895年に、 カジノドッパリでデビューし、その後、トリアノンコンセールに移る。1897年から1907年まで在籍したカフェコンセールエルドラドで頭角を現した。ミスタンゲットは劇団リューシモンと3年契約を結び、2年目の1908年、ブッフパリジャンでのレビュー、チビのフローラに主役として抜擢され、評判となった。詩人カチュールマンですが、 新聞にミス・タンゲットへの賛辞を寄せ、彼女の客船美に触れると人気はさらに高まった。ミス・タンゲットのレビューを見て感銘を受けた劇作家ロベールとフレールは自作の喜劇、優柔不断に彼女を出演させた。1909年、ムーラン・ルージュの舞台においてマックス・デアリが考案したラ・シャルペイと呼ばれるアパッシュダンスを二人で踊り、 一大センセーションを巻き起こす。翌1910年には、パレロワイヤル劇場の景気劇、泣くな心よに出演し、劇中、ラリブルダングと呼ばれたバーレスク風ダンスが話題を呼んだ。以降、隠れビュー劇場は、ミスターンゲットの奪い合いとなり、マリニー劇場、カピュシーヌ劇場と出演が続いた。 シュバリエとの共演で評判を取ったフォリー・ベルジェール1911年4月、バリエテザで、ジャック・オフ・フェンバックのオペレッタ、パリの生活で、女中・ポリーヌを演じる。同年暮れには、フォリー・ベルジェールに初登場して、若きモーリス・シュバリエと共演、二人の、びっくり行天ワルツは、後々の語り草となるほどの大評判となった。また、 この共演からシュバリエとの恋愛関係が始まった。1912年1月にバリエテザで再びマックスでありと組む。続いて2つのレビューを呼びオペレッタ、私が王様だったらに出演。映画にも出演し、レミゼラブル、ラ、グルー、巷股の花などの作品がある。1913年夏には各新聞が、 ミスターンゲットとマヨールの結婚を報道した。しかし、これは事実でなく、二人が偶然同じ避暑地に居合わせたことを客色したに過ぎなかった。この頃までには、モンパルナスで、ジャン・コクトーや、オスカー・ワイルドをはじめ、ミスターンゲットを熱烈に支持する、ファン層ができており、彼女への叶わぬ恋に自殺を遂げた青年も、現れるほどになる。 イギリスのエドワード7世、スペインのアルフォンソ13世、スウェーデンのグスタフ5世ら王公貴族も彼女の引き筋となった。モーリス・シュバリエ。ミスタンゲットとの共演で名声を高めた。1914年、予定されていた映画が第一次世界大戦のために中止となり、ミスタンゲットはイタリアにしばらく滞在して歌った。 1915年5月のイタリア参戦によってパリに戻る。11月にオランピアに出演、12月にスカラ劇場でのレビュー、沈黙して用心してに出演中、モーリス・シュバリエがドイツ軍との戦闘により捕虜になったことを知る。ミス・タンゲットはシュバリエ釈放のために手を尽くし、スペイン王アルフォンソ13世の協力も得て、 シュバリエの帰国が実現する。ミス・タン・ゲットは、さらにシュバリエの小ビジネス界への復帰を目指して、劇場に売り込み、フォリー・ベルジェールに自ら掛け合って、シュバリエを採用させた。1917年3月のグランドレビューで二人は、共演し、ジャズナンバー、ブロークン・ドールで評判を取る。 その後も共演は続き、1918年、カジノドッパリでのレビュー、ウッチャットケヨンにおいて、二人は、パリ名物、理想のカップルなどと言われるまでになった。シュバリエとの別れしかし、シュバリエが成長し、彼の名声が高まるにつれて、二人の不和が、深まっていった。その背景には、シュバリエの女性問題があり、直接的にはゲイに関してもお互いの自尊心から、 衝突するようになっていた。ミスタンゲットが自分のギャラを削ってまでも劇場にシュバリエの採用を受け入れてもらった経緯がありながら、レビュー、パリキリでシュバリエは看板の文字を二人とも同じ大きさにするよう要求し、レビュー中に彼一人のリサイタル形式の場面を設けるよう求めたという。さらに、1920年のレビュー、ジャズルパリでは予定されていた歌。 私の男を当初ミスタンゲットが気に入らず、シュバリエが、それなら、僕がもらおう、と言い出したのに、ミスタンゲットは怒り、あなたはいつも私の歌を奪ってしまうのね。これは私のものよ、と叫んだという。とはいえ、ミスタンゲットが黒いドレス姿で歌った、この歌は大ヒットし、1921年には、英語歌詞、マイマンが書かれて、アメリカでも、 人気となった。一方、シュバリエにとっても、ミスタンゲットの感情変化の落差の大きさや気まぐれな、言動に不満が募ってきていた。この結果、シュバリエは去り、カジノドパリでのレビュー、ザワメクパリにおいて、ミスタンゲットは、アールレスリーを新たなパートナーとする。このレビューで歌った、もう、うんざりオがヒットする。アフィーシュで、 ダニエルでロスクス、都米1923年、レビュー、ソットで同盟の主題歌がヒット。ミス・タン・ゲットは、アメリカレビュー界の大建物である工業士、フローレンツ・ジーグフェルドと契約を交わし、ニューヨークに向かう。しかし、旅行中に体調を崩したことが原因で、契約を破棄された。ムーラン・ルージュ1924年7月に、ミス・タン・グットはフランスに帰国し、 カジノド・パリにおいて、再びアール・レスリーとの共演で、ボンジュール・パリに出演した。この時、レビューの第 1K で、ミス・タン・ゲットが階段を降りて、ボンジュール・パリ。というと、観客席から一斉に、お帰りなさい、ミス。という声が上がったという。1926年から1928年に、かけて、ムーラン・ルージュにおいて、次々にレビューを上演する。 自らの芸名を冠した、レビューミスタンゲットでは、私にあるのはこれだけよ、バレンシア、サセ・パリでは、裸を見られた、サセ、パリなどの代表曲が生まれた。1928年には若きジャン、ギャバンと、パリはマワルで共演する。1931年、ベルリンで1929年、ムーラン・ルージュが、経営者交代による、 運営失敗により映画館に転校したことから再びカジノド・パリの舞台に立ちパリミスを上演するヨーロッパ公演から戻った1931年にはジャン・サブロインと輝くパリで共演パリの夜話さないでなどのヒット曲が誕生した1933年フォリー・ベルジェールで狂乱のフォリーを上演 1936年2月、アランブラ劇場で、パリの花、同年、映画、リゴルボッシェにそれぞれ出演する。1937年12月、カジノとパリで、パリの無限劇を上演。これが、実質的にミスタンゲット最後の大舞台となった。この上演には、客が殺到し、入場券整理のための窓口を増設しなければ、ならないほどだった。 南米公園からの木と第二次世界大戦が勃発する。ミス・タン・ゲットは、エトワール、カジノ・ド・パリ、アランブラに出演し、占領下のパリで歌った。しかし、このために戦後、ドイツ軍への協力を疑われることになった。県議が解けた1949年、アベセでのパリは楽しむに出演した。この時、 76歳のミス・タン・ゲットを心配した工業主が、このレビューには新人を仕込むシーンがあって、大階段を降りなければならないが、どんなものだろうと相談したところ、ミス・タン・ゲットは私の相手をしてくれるその年寄り役は誰と聞き返したという。舞台では12分間続くダンスを最後まで踊りと押した。1951年にミス・タン・ゲットは引退し、 1956年1月、82歳で、没した。死の直前、シュバリエから寄せられた励ましの電報を見て、ミス・タン・ゲットは微笑みながら亡くなったという。フランスの新聞は、ミス・タン・ゲットの死を次のような大見出しで報じた。パリ中身なが泣いている。パリの建造物と同様に不滅と思われ、敬愛されてきた彼女は詩人、おハリコノと。 パリそのものだったミスタンゲット英雄ムーランルージュ EN1911 ミスタンゲットはジャンギャバンとのなついてくるのやすべてあなたのためになどの作詞を手掛けているこの他でリマのペンネームでも作詞家のルリエーブルやマルクイコールカブラと共作しているこのペンネームはミスタンゲットのエルドラド時代にブラジル人富豪との間に生まれた息子の名前から 取ったものである。ありがとうございます。